今日のヒーローは今シーズン2勝目を挙げました小島和也投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は6回3分の2を投げて1失点。今日の投球振り返って良かったところはどんなところでしょうか。そうですね、初回からしっかりとまっすぐを、低めに強く集めることができたので、そこが一番良かったんじゃないかなと思います。降板後も後ろのピッチャーがゼロで抑えてくれましたね。そうですね、勝ちが欲しかったので、感謝してます。メットライフでは初めての勝利となりましたが、地元埼玉での勝利の味というのはどうですか。そうですね、1年目の去年に、ここで負けてから、早く1勝が欲しかったので、今日勝てて嬉しかったです。昨年のデビュー戦、このメットライフドームでフォロニガのデビューとなりましたけれども、そのイメージというのは払拭、今日でできましたか。そうですね、払拭できたと、思います。そしてライオンズ戦もプロ入り初勝利です。はい、ありがとうございます。さあ、チームの連敗がストップしました。今後の戦いに向けて最後にファンの方へメッセージをお願いします。そうですね、今が一番野手の方とかも大変な時期だと思うんですけど、ここでしっかり勝ちを積み重ねて食らいついていけるように頑張りたいと思います。今日のヒーローは今シーズン2勝目を挙げました小島和也投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。